次回の昭和の車といつまでもは、ちょっと珍しいのがあります。これオートマなんですよ。さらに子供の頃に憧れた車に半世紀乗り続けるオーナーが、この不思議とこの車ね、意志があるんですよ。生き物ですね。そして日産初のスポーツセダンも登場。昭和の車といつまでも10月14日夜9時。